じゃあこんにちは、ゆたかさん、はい、もう補強のゆたかさんの、ね、解説されてたのが結構今話題になっていて、ツイッターでもフラグが立ってるそうです。本当かよ、はい、みんな、まあ、失礼な話だよなだって補強される人、出される人、はい、来る人、うん、まあでも先だってさ、はい、まあ、ロッテと中日がトレードした加藤、はい、翔平、拓磨、はい、加藤翔平が打ちましたね。面白い記録持ってんね、うん、初打席初球ホームラン、はい、で移籍初ホームランが初球、すごいですね。すごいよな、うん、なんか持ってるんだ。その後なんかもう全部使い切ってみたいなそんなことならないように、ならないように、ね、ならないようにしないとね。ただここに来て本当活発になってまして、うん、7月31日までですよね、期限が。なのでもうちょっとね、期限が迫ってきてるので、どうです豊さん、これからちょっと、まあ、ここはもう、まあ、オフレコというか、まあ、回ってるんでオフレコではないんですけど、全く違うよ、ね、これを見たブレーコー状態だな。そうだね、記者さんたちが豊さんの文言を全部ネットの記事で、そうなんだよ、そのまま失礼な話だろお前お前足使って取材しろっつうの、ちゃんと。そうですね、動画見てお前記事を起こしてさ、そう俺はそう思うんだお前の意見なんか聞いてねえよみたいな、もしくはね、何かをね、あのもう記事にしたのでっていうね、ちょっとでも、うん、でもさ、ソフトバンクはね、はい、やっぱ打てないし、うん、あれだけ選手層が多いって言いながら、はい、ちょっと策だな。そうですね、うん、ということは野手が足りてないんだよ、ピッチャーいいの、はい、だから阪神の野手って余りつつあるんだよ、うん、そうですよね、そうそう、はい、そしたらあそこいいピッチャー抱えてるからね、ありえますね。だからまあ優勝をこう鉄板にするために2対1のトレードでもいいから、ピッチャーを取ってくるぐらいの感じだといいかもわからないよね。まず阪神とソフトバンクで、うん、豊さんが考えるとすると、うん、2対1どの選手で、もし豊さんが GM だったり、あのスカウトの方だったらどういうふうな2対1にしたら、中野が育ってきちゃってるでしょ、はい、で糸原がいて、うん、糸原が守備固めがいるんだったら一人小畑っていうのがいるよね、はい、これ若いから育てといて、だ北条とか木浪とか、まあ、必要な選手だよ阪神にとっても、はい、でもより必要なのはやっぱこれからだったら先発いるやっぱ中継ぎなんだよね、はい、で抑えはスワレスがいるから、はい、好きな、いやだから、まあ、藤浪が入ったりだとか、はい、岩貞が復活したりだとか、うん、まあ、岩崎もいいよね、はい、もう一人馬場とかもいいんだよ、うん、だからいらないっちゃいらないんだけど、はい、でもより強固にするっていうんだったら2対1のトレードで、下に高山とかもいるじゃん。あ、そうですよね、うん、俺高山のバッティングセンスってね、そんな埋もれる選手じゃないと思うんだよ、はい、まあ環境を変えてあげてチャンスを与えると、もう阪神じゃないからね、チャンスが、うん、ちょっと難しいですよね、うん、いやだからそういうトレードもなきにしもあらず、内野手外野手一人ずつといいピッチャーを一人っていう、うん、ということは例えば高山選手とあと一人、例えば北条選手だったりとか木浪選手をつけて、まあ、内野手も欲しいんだよ、ソフトバンク、ソフトバンクはね、はい、今宮が故障がちだし、うん、セカンドが固まらないんだよ、はい、だから、まあ、松田もいい年でしょ、うん、そうなってくると誰か欲しいよね。でやっぱり誰か入ってきて競争を煽らないとさ、で牧原とかもいるんだけど、なかなかこう持続して使われてないというところから考えると、まあ、阪神なんかいい選手が結構ゴロゴロ余ってきてるよね。中谷とかもいいよね。おいますね。いるんだよ。もったいないというかね、チャンスがない、ね、もったいない。だから外野手1人、まあ、外野手2人も出さないと思うね、うん、で内野手1人、うん、でソフトバンク変えて、やっぱちょっとソフトバンクはチーム内を刺激した方がいいかなって思うよね。そうですよね、うん、もう阪神それでこう今度ピッチャー入ってくる、さらに強固なものになって、もうちょっと優勝独走みたいな感じになっていきそうですよね。やっぱ迫力が違うな。違いますねロハスっていうのも余ってきちゃってるもんないつ上がってこれるチャンスっていうのはあるの。いや だってファームで3試合連発してたりだとか、はい、調子は悪くないと思うんだけど、うん、今上げると守らすところがないというかさ、うん、
だからもうソフトバンクに貸すとかね。であレンタルね。いやいや、だって1軍のあの2軍の選手じゃないから、うん、彼のモチベーションも下げたくないし、はい、だからレンタルみたいな形でもいいから、はい、やっぱそっちの方で実戦を積ましておくっていうのもありだよね、まあ、ありっちゃありだよ。そうですよね、うん、レンタルできればということは、ソフトバンクと阪神でこうやり取りがあると、まあまあ面白いかなっていう、まあ、例えば中日だって強打がどうなのか平田がどうなのかっていうことを考えるとさ、強打なんか取ると内野どこでもうまいからね、あいつ。さあバッティングの方がちょっとあれかもわかんないけど、はい、でも環境を変えて教え方を変えてあげると変わってくる可能性もあるしね、はい、まだ中日トレードやりそうな雰囲気ありますかね。平田はねパリーグ向きだな、もう多分。ハムどこですかね。何か、まあ、打てないんだったらもうソフトバンクだよ。やっぱり平田はある程度慣れたら打つと思う、はい、まあ、どこが合うかっていうのは分からないけどね、なかなかね。そうですよね、うん、あと巨人、巨人、はい、まだ巨人今のところやっぱピッチャーが欲しいな。そうですよね、うん、これってピッチャーで変える可能性とかあるんですか。ない。それはない。だからそんな余裕ないもん、ピッチャーを今出すというか、うん、ということはこっちから巨人側が出すとすると、うん、ピッチャーではない。そうだな、うん、巨人はもう例えば下で例えば櫻井投手であったりとか、もういやー相手が難色示すと思うよ。あ、やっぱ巨人で打たれてるもん、はいはい、素材はいいんだけどさ、顔に迫力はあってもボールに迫力なしというその風貌に迫力がある選手ピッチャー陣多いですよね、巨人。例えばとね、いや特に代表的なのが櫻井だ投手も睨んでるけどボールは甘いというさ。あ、爪が甘いんですかねやっぱり野手になってくると思うよ。あ、野手と誰かピッチャーってですか、ね、うん、ただその例えば保守進行が厚いのは日本ハムなんだよ。やっぱ栗山監督と原監督っていうのはすごくいいし、ね、だけど欲しいピッチャーがいないよね。で相手もピッチャーに苦しんでるわけだから、うん、それはなかなか成立しない。で楽天がワンチャンあるかもわからんね、楽天とは。牧田投手でもさ、ファームにいる選手と変えにくいでしょ。変えにくいですか。で左バッターはいいバッター多いから今セリーグは。セリーグ、あー、そしたら牧田取ってきたら火に油みたいなことになってくるとさ、はい、また何言われるかわかんないでしょ。まあ藤平とか、ああいうピッチャーだったら俺は誰か野手を出しても、例えば陽大館の給料を払うから藤井はくれって言ったらくれるかも。あ、楽天が陽大館も全然調子が悪いわけじゃないからね、はい、でパリーグ向きの選手だからさ陽大館は、うん、だから彼のことを思うと、うん、もう多分ジャイアンツはチャンスないよね。そうですよね、多分ないと思うんだよ、うん、そうなってくると、まあ、そういうトレードもありかなっていう。あと楽天側が例えばキャッチャーが欲しいってなった時に、例えば巨人が小林捕手とかそういうことではなくて、キャッチャーが結構いるので、例えばね第4、第5のキャッチャー出すとか第3とかいらないでしょもういいですか。まあまあ太田が育ってきてるしさ、はい、やっぱ太田を一本出しさせようとしてるしね、うんうん、まあ小林をもう優勝争いの時にやっぱ小林必要だと思ったら、うん、結構出血で小林といいピッチャーバーンと変えたりする可能性はあるよね、うん、でも小林出したんじゃさ、ちょっとキャッチャーが手薄になっちゃうよね、巨人が。そうですよね、うん、今小林選手ね、まあ、あの後半からですけどイニング出てますしね、うん、だからなかなかあの難しいよ。難しい。そしたらもう外国人取ってくるかさ、中日行ったらロメロ、あ、はいね、うん、はい、あのロッテが取ったけど、はい、ね、グラブ叩きつけてない、知ってる？両大館にホームラン打たれて投げた瞬間打たれてグラブバーン叩きつけたら両大館が打った後にバット放り投げてるというグラブ投げとバット投げのコラボなんだそのコラボっていうね。いやでも、はい、やっぱ外国人でもあの日本を経験してて、はい、向こうでそんなに日の目を浴びてないような、うん、まだ野球をやってる人、はい、なかなかいいかもわかんないよ。逆に言えば日本の野球を理解してるから、あ、だからロベノなんかは俺は来たら活躍するんじゃないかなと思う。あ、本当ですか、うん、
グラブは投げると思うんです、ね、そうですね、あれは言わないとダメですけどね、まあ、言ってももう面白いじゃない、今おとなしくやっててもしょうがないじゃない、それは確かにマナーとしてはあんまり許されたことじゃないけど、はい、だけどそのぐらいこうなんていうの、気象が出てもいいんじゃないのと俺は思うよ、そのぐらいね悔しいっていうあれが出てるってことですもんね、もう打たれた瞬間にもう振り向くまでもなくグラブ叩きつけてたからな、ほんでまた拾うのも早い、あって感じだったんですかね、いやあっていう感じ、なんか自然と拾ってたよ、あそうなんですね、叩きつけるんだったらさ拾うなって一周するぐらいまでちょっと、ね、すぐ拾ってボールもらってたから心配に切り替えが早い、せっかちなんだよ、せっかちでも豊さんのところにちょっとなんかやっぱり例えば情報とかって別にここで言わなくてもいいですけど入ってきてたりするもんなんですか、噂とかこの選手とこの選手どうやらあれらしいよみたいな、それは言えねえな、まあまあありますよね、噂で入ってきたりっていうのはそれはない、それなんでか知ってる、わかんないです、噂になったりとか漏れたら絶対そのトレードは成立しないんだよ、あそっか、うん、だからもう観光例が敷かれるから、この前の大体、はい、球団にいてヘッドコーチやってる時でもトレード知らなかったっていうの、そうですよね、長畑監督前みたいな、そっか降りてきてないんですね、そうそうそう、それはやっぱり編成同士でやって、はい、密にやって、はい、やった方がやっぱ漏れるとダメなんだよ、成立しない、成立しない、うん、まあ、期限まであと、まあ、7月31日までありますけど、うん、何かしら、まあ、なんか動きそうだな、何球団かは何組ぐらいかはありそうだ、なんかありそうだな、特に阪神、まあ、ソフトバンク、巨人、楽天、やっぱその上位のチームだったりとかが、まあ、優勝狙うチームだとかさ、そういうチームはやっぱ補強はしたいよね、そうですよね、うん、ちょっとそのあたりの動向も見つつ、もう毎日ニュース見てるからないかな、ないかな、もう本当にトレードおじさんになってきた、こうスクロールしながら目がスクロールになって、そうですよね、目がパーンってなってますよ